今日はですね、旅の動画ではなく、ゲーム実況に初チャレンジしてみたいと思います。もう20年以上まともにゲームをやっていませんし、ファミコン世代、スーパーファミコン世代、ちょっとなんかもう随分昔のゲームの世代なんですけども、今日はですね、特別なゲストに、解説してもらい、教えてもらいながら、マインクラフトに挑戦してみたいと思います。正直操作の仕方も何を目的としているゲームかも全く分からずにスタートするんですけど、村人と取引、宝の地図を手に入れるゲーム。でもそれだけじゃないんですよね。はい。めっちゃこれカクカクした世界だね。じゃあ早速今日の解説をして、またコーチとして教えてくれる陽太くんを呼んでみたいと思います。もう来てますけど。もう来てますけど。この右の、なんていうんですかね、ぐりぐり回すボタンで、プレイヤーの首を、お、ヨータって書いてある。ヨータくん、よろしくお願いします。よろしく。A ボタンでジャンプしてます。これは何？世界を作成するって、開拓してるんですか、これ。え？何これ？木を削りまくってる。これ木削ってるけど上から落ちてこないんですね。え、なんかパスしてくれた。何ですこか？れで木切って。これどうやって取るんですか？ちょっと待ってくださいよ。もう取ってる。もう取ってる？ここで。はは。え、もう僕が取ってるんですか、これ。はい。で、木に向け木てに向けて、ZR。ZR ね。見てる皆さんもどかしいと思いますが、お付き合いください。で、ここに来ました。ZR、右のいや、欲 ZR。 しい。ほほほ。お、掘ってる掘ってる。掘ってるというか、伐採してるというか。へえ。お、なんか出てきたよ。ゾンビ。これ当たると死んじゃうわけ？攻撃してくる。殴。今日やるボタン。あれ、木を A やボる。タンじゃないの？今家がない状態なんですか？はい。うちらは。じゃあもう夜になる前にとりあえ急いず。で作らなければいけない。そういうこまあ、夜になってもモンスターが来るだけだけど。ここにとりあえず家作ろう。家を作るとモンスターは来ないの？家？ああ、そこ掘らないあ、で。わかったわかったわかった。一回ここでちょっと。はいはい。こっち、中入って。中入って、ここの中。この中ね。この中。あ、なんかある。箱が。これ何ですか？作業台って言って作業する。え、これ作業台なの？宝箱じゃなくて。洞窟みたいに掘ってるんだ。キーちょうだい。木、どうやってパスすんの？これでやっていこう。ありがうちとの可う。あ、能ス性があケるルね。トン。スケルトン、あそこに。え？何？敵？敵、白いやついるじゃん。どこどこどこ？まだ剣持ってないから、一回家に帰さん。パンチじゃダメなんだ。だけど、できるけど、ちょっと、剣が一番いい。一ああ、回持っそう。てきて、はいどうはいしはい。よう。どうしよう。今、剣作る。スケルトンもいたの？ゾンビ以外にも敵がいるんだね。スケルトンとか。いっぱいいる。へちょっと待って、危ない。え。ん？下がってて、すぐそこにゾンビがいるから。え、わかるの？なんでわかったの？ここに手が。スケルトンちょっと倒してどくこにいる。る？見てて。はい。あ、あれ？見てます、じゃあ。弓は持ってするごい、なんか泳いでるよ。平泳ぎしてる。え、なんか飛ばしてる。弓や。めっちゃ戦ってるヨウタくんが。よし、倒した。お、まだ生きてるんじゃないですか。違うやつがいる。待って、死ぬ。やばい。危な。あ、死んじゃうね。あと1ポイントじゃん。いや、行くよ。
って生肉食べる。肉ちょっと待って、僕も戦ってみようじゃあ。危ないよ、意外と強いから。これどうやって泳ぐの？待って、家どこだ？沈んでってる気がするんだけど。待って、その前に家どこだ？待って、ヒロ君戻ってきて。ちょっと待って、家どこだっけ？ちょっと待って、一回見つかれてなきゃ。待って、来た来た、やばい、死ぬ。助けて。助けるよ、助けるよ。だってヘルメットかぶってるから。今、あ、豚だ。あ、待って、ヒロ君、あ、いたいた、スケルトン。スケルトン、頑張って。だってパワーゲージがまだたくさんあるから大丈夫じゃないかな。よし、上から見守ってます。おー、倒した。やったー。はい、いよいよ家がほぼ完成したということでいいですか、はい、ようちゃん。じゃあすごいですね、シャンデリアがついてるのがポイントでしょうか。はい。ところでようちゃん、これは何をやってるんですか？監禁してるんですか？村人を。村人がお店屋さんやってます。さあ、ひよちゃん、この家のテーマは何ですか？でっかい。でっかい。この花壇みたいなのは何でしょうか？小さな遊び場。うん、なるほど。おお、すごい眺めがいいですね。お、なんか黒いのが歩いてますよ。エンダーマンです。何ですか、あれは。目を合わせたらダメです。何ですか、それは。目を合わせると怒ってめっちゃ攻撃してくるんです。へえ。でもすごい大きい家が完成しましたね。はい、素晴らしい、コンプリート。ありがとうございました、スケさんと。それでは家を作ろう、これで、一旦切りたいと思います。なんか人がいますよ。あ、いるた、よし。え、それが村人です。どこですか？え、ほら、ここに。あ、村人さん、こんにちは。こう、こんな遭遇があるんですか？はい、すごいです。あれ、宝石とか持ってるんですか？あの、交換したらゲットできます。じゃあ、囲いましょう、村を。村を囲う。はい。なぜですか？安全にするため。へえ、村を守ってあげるんですね。はい。これは結構大きい村だけど気づきませんでしたね。はい、じゃあここから囲いましょうか。結構大きい村ですね。ヨウタ君も初めて。はい意外とでかいですね。囲わないと村人がやられるんですか、モンスターに。はい、ヨウタ君、たくさん解説してくれてありがとう。これからもマイクラ頑張ってね。